素晴らしいタイムでポルポーションだったんですけども、えー、マシンの仕上がりはいいってことですかね。はい、えー。バイクはなぜかよく曲がるんで、あの気持ちよく乗れてます。で、まあタイムもまだ余裕あります。まああのー、予選の展開がそのどちらか旗出て、で、まあクリコースが混雑してたんで、いつでも出せる自信はあるんですけど、まあ今はその更新されなかったのでそのままじって見てました。えー、明日はどういうレースをしたいですか。 まあ明日はあの転ばないように無事25周回るっていうことが目標ですあのよく書くとあ間違いなく転ぶんであのそういう準備ができてませんので <laughs>、まあ、じゃあ応援してくれる金沢の人 <laughs> えー、まあほか、えーはい、い,いっぱいいらっしゃると思うんですけどその方に一言、えー、こうやって僕がこうやってレースできてるのも応援してくれてる人たちのおかげです、えー、本当に感謝ししててます、えー、みんなながこうちょっととでもニコッとしてもらえるようなことを の一つとして今回こういう結果が出たっていうのはあの良かったと思います決勝頑張りますのであのまたよろしくお願いします。